と四分音符が多めなのでちょっと変化をつけていきたいと思います。ハミと変化をつけてみました。サビに行くため力を貯める感じで、こんにちは、わちゃぴです。今回はシャープ1で作った AB サビのコード進行にメロディーをつけていきます。単調にならないように音符の並べ方や休符の使い方などを工夫していきたいと思います。前回の ⑥ のシャープ1の動画と ⑥ から ⑤ の動画は概要欄に貼っておきますので、ご覧になってない方はぜひ見てみてください。では前回のおさらいなんですけども、こちらのコード進行を組み合わせて1曲にしてみました。では前回作った AB サビのコード進行の音と楽譜をおさらいしましょう。感じですね。では A の部分のメロディーを作っていきましょう。とりあえず発見だけで適当に弾いてみます。一応コードトーンを多めに弾いていればそんなに変にはならないと思いますので、後でいくらでも直せるので、とりあえず発見だけ使って自由に作ってみてください。で今回例としてこんな感じで弾いてみました。こちらに譜面が出てますね。ではまず音を聞いてみましょう。感じですね。ではこの譜面を見ながらちょっと直していきましょう。ちょっと細かく区切って見ていこうと思います。まずこの A の部分なんで1から4小節目の部分を直していきます。でこちらの譜面だと1、2小節目と3、4小節目が全く同じリズムになってますよね。一応これでも全然悪くないんですけど、今回ちょっと変化をつけるために3、4小節目のリズムを変えてみます。はい、こちらの修正後の方ですね。リズムを変えて1拍目から始まるメロディーにしてみました。はい、では次が A の5から8小節目までですね。修正前はこんな感じになってます。これも1小節目と3小節目が同じリズムになってるので、3小節目を1拍目の裏から入るようにしてみます。で4小節目はコードトーンの隣の音からコードトーンに解決する形にしています。はい、こんな感じで A のところは直し終わったので、修正後の音を聞いてみましょう。感じですね。悪くないかなと思います。はい、では次に B のメロディーを作っていきましょう。まずこんな感じで作ってみました。では音を聞いてみましょう。この部分も1小節目から4小節目までまず修正していきます。こちらはちょっと四分音符が多めなので、ちょっと変化をつけていきたいと思います。最初の1小節目のところは四分休符を入れて2拍目から入ってリズミカルな感じにしてみようと思います。で3小節目は
8分音符を加えてリズムを変えてみます。はい、下の修正後のところのような感じになりました。で、あと2小節目は同じリズムなんですけど、コードのルートに解決していたものをコードトーンでない音に解決しています。で、こちらの2小節目は Dm なんですけど、Dm に対してドの音をですね、このコードトーンじゃない音にしたんですけど、このドの音っていうのはセブンスっていう音なんですけど、これは4声のコードを学ぶときにまた説明したいと思いますので、今回はちょっと省略します。一応この音に行くことによってちょっとした緊張感が出ると思います。で、あとですね、3小節目は4小節目に向かってシンコペーションで解決してみました。はい、次に5小節目から8小節目までですね、こちらの前半3小節は四分音符だけなのでちょっと単調になってしまってるので、こちらをリズミカルにしてみたいと思います。はい、修正後のところで8分音符を使ってリズミカルにしてみました。一番最後の部分、こちらは最後の音を短くして歯切れよくしてみました。はい、では B の部分が修正できたので音を聞いてみましょう。感じですね。使ってる音は修正前と全く同じ音なんですけど、こうやってリズムを変えるだけでかなり違った感じに聞こえますよね。あとメロの音符は8分音符が多めで細かいんですけど、ピアノがアルペジオを弾いてるので落ちた感じにちゃんとなってますね。はい、次にサビの部分ですね。こんな感じで弾いてみたので、まず音を聞いてみましょう。感じですね。こちらはコードをシンコペーションさせてたので、メロディーもそれを意識してみました。あとサビで盛り上がりたいので、音程もちょっと高めなところで集めてみました。はい、では同じように1小節目から4小節目まで見ていきます。で、こちらの 1,2 小節目の音型が同じになってるんですけど、この丸をつけた部分ですね、同じでも別にいいんですけども、ちょっと今回は少し変えてみようと思います。この2つ目の部分を変化させてみました。修正前はどちらもファミレとミレドとどちらも下がる音だったんですけど、修正後でファミレミファミと変化をつけてみました。あと後半の 3,4 小節目の間のところなんですけど、ソのシャープからドに音が飛んでるんでちょっと歌いにくそうなので、もう少し流れの良いメロディーに変えてみます。で、この修正後のように素直にメロディーが進行した感じになりました。はい、では次に5小節目から8小節目までですね。この修正前の譜面は先ほど修正した1から4小節目までの譜面と似てるんですけれども、少し違うメロディーになっています。サビは覚えやすくて印象に残った方がいいので、あえて先ほどの 1,2 小節目と全く同じにしてみようと思います。はい、こんな感じで同じにしてみました。で、後半の部分もちょっと高めの音程に変えて盛り上がるような感じにしてみました。はい、こんな感じでサビの部分が修正できたので音を聞いてみましょう。感じですね。良さそうな感じです。では AB サビと通して聞いてみましょう。
と ASP サビット変化もついていますし、つながりも悪くないようですね。こんな感じでいろいろ弾き方を工夫したり、変化をつけてリズミカルにしたりして作曲に活かしてみてください。で、一応説明は以上なんですけど、今回ちょっとアレンジバージョンも作ってみました。メロディー作りのヒントを歌詞に入れてみたので、ちょっと参考にしてみていただけたら嬉しいです。あくまでも一例なので、参考程度に聞いてみてください。今回の動画は以上になります。このチャンネルではピアノを使った作曲やアレンジのノウハウを紹介しています。概要欄のブログとも連動していますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。